男倒やすし、安楽問題で石井和久に苦言。残念だったのは、昨季までゼネラルマネジャーとして携わり、2021年から3年間、監督を務めた石井和久氏来期からシニアディレクターが対外的に発信していないことだ。より良いチーム作りをしていくことを考えれば、いくら監督を退いたとはいえ、まず率先して被害を受けた選手にも謝罪すべきであり、自身の考えを話すべきだったと考えている。野球界で頑張りたいという後輩のために、より良い環境づくりを提供するのは野球人としての使命だと思っている。石井氏には本当に何も情報は入っていなかったのだろうか。厳しいことはあえて言うが、入っていなかったのであれば、それは監督という立場としてあまりに寂しい。安楽投手の今後も気がかりである。機会があるなら、一野球人として真正面から向き合って話をしてみたいと思っている。タオさんやるな、見直したお。正論言うて嫌われるタイプって自分で言うてたもんな、さすがや。いやー正論、今回の件で一番ダメなムーブしたのこいつ。サイコパス石井。雲隠れしてるわけじゃなく大谷絡みでは出てくるの草だわ。何事もなかったかのように朝の番組に出てたのは引いたわ。腹見て逃げ辞任覚えただけやぞ。